輪を2つももらえたのは幸運だったな。バートさんもそれだけ心配なさっていたのですよ。私たちと一緒に旅をする間はあんな無茶しないでくれよ。大丈夫大丈夫、私に任せといてよ。それじゃあアルバニスタに向けて出発しよう。みんなで旅するのって楽しいね。何おのお天気な、遊びに行くんじゃないんだぞ。いいじゃないですか、ずっと張り詰めててもよくないし。私もそう思います。ほら、若い人同士だと意見もぴったりだよね。ってことで、固いことは言いこなしじゃん。わかったよ、まったく。魔術師でなければとっとと追い返してるぞ。そのカチャカチャうるさいのはなんとかなんないの？何を言う。この鳴子は召喚術では重要な役割があるんだ。じゃあ、それがないと術が使えないわけ？ああ、そうだと思う。人間って不便だよね。魔法が使えたらよかったのにね。能天気なハーフエルフにこの苦労が分かってたまるものか。しかし本当に駆け落ちするとはすごい行動力だな。エルウィンさんとナンシーさんを焚きつけたのは誰ですか？いいんだよ、あの二人にはきっかけが必要だったんだからな。でも駆け落ちだなんて。成り行きでうまくいくさ。男と女の中なんてそんなもんだよ。本当ですか？おう、本当だと。君たちもそのうち分かるようになるさ。本当にポニーテールのお似合いですね。ありがとう。このリボンさ、リアがくれたんだ。リアさんが？リアはもういないけど、これをつけてるとさ、リアが一緒にいてくれるような気がするんだ。その気持ち、分かります。らしくないや。元気なのが私の取り柄なのに。よし、ファイト、頑張ろうね。はい。僕は絶対にダオスを倒す。それ、シャレのつもりですか？いや。え、これからどうするんだっけ？アルバニスタ王国へ向かう。ベネチアから船で行くのですね。そうだ。